りました、スマブラ反省カラカラ、おお、はい、 MC を務めさせていただきます、ジャパニーズ小池です、よろしくお願いします。さあ、素敵な素敵なお友達の紹介です、どうぞ。はい、この度新レギュラーとして活躍させていただきます、レイロードゲーミングのガクトと申します、よろしくお願いします。え、そっちからそのパターンできたか、まあ、やっぱ自分からやっぱ言わないとなれないかなって思ってやっていただきましたが、まだ 俺と同じ考え、それまだ、バイトの、はい、ガクトです、よろしくお願いします採用です即レギュラーでお願いしますはい、ということで、3度目ですか、こういうね、収録に来てもらうのは、はい、ガクトさん3回目なんですけれども、はい、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、そして、レギュラーの紹介です、お願いします。はい、エイトリンク所属のヒカルです、よろしくお願いします。はい、ヒカル君よろしくお願いいたします。そして、はい、ピオネネです、よろしくお願いします。はい、ネネさんよろしくお願いいたします。さあ、まあフルメンバーですか、これがスマブラハウスの、はい、ね、揃いましたかはい、揃ったね、揃いましたよ。で、今日はですね、ガクトさんにですね、はい、まあ、ぜひネスをまた教えていただきたいなと、なるほど、思うんですけれども、前回の、大型アップデートで、ネスが許可されたじゃないですか、はい、でそこを、まあ、重点的にちょっと教えていただきたいなと思っています。なるほど、はい、まあ、やっぱりネスみんな知りたいっすよね、はい、そうですよ、なんでも許可したんだと、ネットの海は大荒れになっているこの昨今、実際ね、実際ね、どんな風に強化されたのかって、そうです、まあ、イメージつかめてない人いるかもしれないんで、そんな変わった、まあって思ってるもんね、光るんだよね、使い手からしたらめちゃくちゃ変わりました。一番いいアップだよね、ぜひね、教えていただきたいと思います、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、ガクトさん、ぜひ教えてください、よろしくお願いいたします。はい、はい、まあ、まずですね、はい、まあ、あなたたち、オタク君たちは分かんないでしょ、はい、フレームとかなんかパーセントがどんだけ強くなって、これすごいなんか変わったなみたいな、はい、しゃらくさいことしたくないでしょ、ゲームなんだから。簡単に言います、ありがとうございます。まず、はい、上強パーセント高くなりました。あ、当たるダメージ高くなった。そうですね、はい、まあ、純粋な強化ですね、うんうん、単純にパーセントが上がったのが上強とこの上投げ、はい、これですね、これが 14.4 かもしれん、お前はすいません、まあ、とりあえず上強と強くなったよ。そう、上投げが単純にパーセントが上がって、はい、まあ、ちょっと火力が底上げされましたよ、はいはい、吹っ飛びは変わってないねんな、まあ、吹っ飛びは変わってないですね、うん、まあ、でもパーセントが増えた分もう実質的に吹っ飛びも変わった、うん、上がったと、うん、ね、まあ、単純な火力の底上げ、そこは、はい、で、まあ、で次、まあ、うん、これですね、ネス使い、ネス界隈にもう波乱を巻き起こしたこちらですね、クーシタ。はい、マジで。これが早くなったんですよ、まあ、発生が。はいはいはい、普通のメテオやん。そうですね、まあ、今まではちょっと遅かったんですよね、うん、よいしょって感じ。そうですね、よいしょみたいな感じで、うん、なんか使いづらいなっていう、うん、まあ、相手の心を折るぐらいでしかこれ使わないなって思ってたんですけど、なるほど、これ立ち回りに組み込めるようになったんですよ、これが。へー。で、これのちょっと恐ろしいところが、はい、まあ、やっぱりね、撃墜もできる。ネスってもう結構撃墜の宝庫だと思うんですけど、うん、さらにお前撃墜できるのかと、それで確定しとるやないかと、まあ、もう単純な話、空中下攻撃当てれば相手を倒せるんですよ。なるほどね。もうこれは振らなきゃいけない。まあ、これは前のアップデートでも倒せたんですけど、まあ、何分ちょっと使いづらいと。確かに遅いからな。そうですね、どうせ当たんないだろうと思ったんですけど、うん、もう今回のアップデートによってめちゃくちゃ当たるようになったんで、これがめちゃくちゃ実践的に使えるようになったんですよ。そうですね、なので皆さん、ネス使いの皆さん、こういうのを日常的に振りましょう。なるほど。覚えとこう。撃墜ルートが1個増えたってことですね。そうですね、これは別にその当てたるぜみたいな、こういうね、うん、攻めの空下をやんなくてもいいんですよ、はい、ただこうやってやってるだけです。まあ、そうですね、まあ、相手が来た時、うん、こうやって、まあ、これちょっとかさ当てなんですけど、相手がなんか読み合いとかしてるときに全然当たらないですね。そこはですね。はい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 。マイステとかに噛み合っちゃうとなっちゃうってことやな。そうですね。だから当てに行くってよりかは噛み合わせるというか、まあ置いてきたら、うん、はい、来た方が悪いっつってやる感じか。ね、まあ、ネスって結構あんまり待てないキャラクターだったんですよ。うん、意外と結構自分からこう展開を作っていって、
なんか切り開くみたいなキャラクターなんですけど、この空下をやることによって待つことができるとネスで、なるほど、とりあえず自分から攻める必要はそんなにないということで、うん、これを結構もうお手すきの際に日常的に振ってみてはいかがでしょうかと僕は言いたいですね。気をつけようそれとりあえず、とりあえずでもなんか何の気なしに振ってみてください皆さん。ほう、使い方わかんないよって時はとりあえず適当に振って当て感を養いましょう。はい、まあ、次、まあ、これが一番のネスのアップデートの目玉ですね。ほう、これです。あ、ダッシュ声 DA、はい、まあ、これ何が変わったかというと、うん、吹っ飛ばし力が変わりました。書いてあります。そんなでしょ。まあ見てごらんなさい。3回目の攻撃力を上げ、吹っ飛ぶ距離を伸ばしました。1、2、3、ポンポンポンって、はいはい、チュンチュンチュンだよね。 137% ぐらいにしとくか。うん、あれ、うん、なんだこれは吹っ飛んじゃったよ前150でいくかいかんかぐらいやったら、前はマリオで 167% でエースでした。30% 削減されております。それはまずい。これ事業仕分けです。それはまずいよね。30外でギリやっとか。そうです、まあ、これはちょっとベクトル変更が結構効くので、あ、まあ、正直そうですね、こういう無ベク変とかだと死んじゃうんですけど、うん、ちゃんと外にベクトル変更すれば生きるんですよマリオは。ちょっと外にお願いします。これですね、はい、これ生きるんですけど、じゃあ別にベクトル変更さえ正しくやれば死なないじゃないか、うん、そうですね、うん、って思ってます。今はこれガチで俺も思ってますよ。思ってますでもほかほか補正ご存知ですか。まあ、このゲームっていうのは自分のパーセントがたまるほど吹っ飛ばし力が上がるんですよ、はい、そうワンボタン補正オンにしたら、はい、乗るにしたら50で、 あらなんか赤いの見えちゃいました、ね、ちょっと待って待って、ちょっと変更させてよ、はい、まあ、これはちょっとなるほど、なんとかまだなんとかですね。でもちょっと怪しくなってきません。いやもう怪しい、地名出てるからな。なんか、100% って、それはもうこれはもうあらまあらまあまあまあすごいね。乗りますね、ほかほか補正は。これは非常に、まあこれはちょっと OP が OP やね。あらまあすごい、あらまあ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 、ただでさえ撃墜の宝庫であるネスがまたさらに増えちゃったんですかと。なるほどね、これはね非常にいいんですよ。でこれ差し合いやからギリまだ1段目とか当たって外変更できるけど、着地狩りとかに DA の3段目とかされたら、そうですね、これはベク変もできねえよと。無理無理、これちょっと無理っすよね。無理で、この DA 何が凶悪かっていうと見えないですよね普通に。これ早いし長いし、もっとなんか爆発するかしてくれないとさ。でこれまあネスが DA で撃墜するとき、まあ、こっちもやっぱパーセントが溜まってるんですよ、うん、でこっちも結構撃墜されたくねえなって思ってるんですけど、うん、その時にネスって結構こうやって空中攻撃、後ろ攻撃とかでやろうとするんですけど、これ結構もう隙あるじゃないですか。もうこっちもガードしたいけど空中行かなきゃいけないから、うん、まあそのネスの地上の撃墜技ってぶっちゃけこれしかなかったんですよ、はい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 、つかみから、はい、もう後ろ投げですよ、うん、これしかなかったんですけど、この DA が増えたことによって新しいタクが生まれましたよ。これ何がやばいって、多分そのネスにこうやって飛んでるから、はい、じゃあネス側の後突き刺そうと思ってダッシュするんですよね、はい、あ、そうですね、そういう感じで、このダッシュにディエが入ると内側入るから余計にね刺さっちゃいますね。まあじゃあ撃墜パーセントダッシュ攻撃だけ振ってればいいじゃないかって言われると別にまあそうではないですね。まあやっぱりさっきの言ったように OP が結構乗ってしまうので、まあ、正直一番最初もうとりあえず当てろって思って当てた方がいいです。とりあえず何の気なしに振ったらどんどん OP が溜まっちゃって、まあ、結構こっちも DA で撃墜できなくなっちゃうよみたいな、はい、困っちゃうんで、はいはい、空下とかやったらそのガードされてガードでもワンパターン操作ってかかるから、ガードされてもむしろ吹っ飛ばし下がってクエス上がりやすくなる、うんうんうん、やっほいみたいな感じだけど、 DA はそうじゃなくて OP がかなり大事なのでちゃんと1回目で当てれるようにしましょう、はい、まあ、この一撃に全てをかけるですね、はい、はい、まあ、こちらやってみてはいかがでしょうか。 DA ね、はい、オースロ、うん、そうですね、まあ、これが主な変更点。そうですね、まあ、あと最後1個だけ、はい、もう1個変更点はあるんですけど、ぜひ、まあ、PK フラッシュ、うん、聞きたかったこれ、はい、早くなりました。ただ使わないのでこれは忘れてください。ああ、変わらんでやる一応変更点として挙げただけです。そうですね、なんかさ前からこれなんやろ
Wii U 後半からあんま使うとこなくねみたいな話だけど、結構今作なんか回避読みとかで使ったりしてない、はい、まあ、今作回避読みとかで使うんですけど、これ基本的に当たってる人ってバカなので、うん、まあ、正直あんまり僕当たります。大丈夫です。皆さん。僕当たってます。皆さんのことじゃないです。僕のことです。早くなりましたけど、まあ、これはちょっと忘れてください。はいはいはい。空車とかよりかは、まあ、当たるもんではないよと。そうですね。恩恵なしか。まあ、なので、振るべきは空下 DA。こちらですね。強化されてから。うんうんうん。空下とか DA とか立ち回りの技から撃墜できるようになったのは結構でかいな。そうですね。なんだかんだやっぱ撃墜されへんくて。投げだけ警戒してればみたいな、引きながら空母して投げだけまあ気をつけるかみたいな感じだったんが、やり DA やり空下なりが増えたんは結構怖いんかな。なんかあるね。いやでもだからその空下とか DA に気をつけすぎてガード張りすぎて投げられても終わりだし、つってね。そうですね、ちゃんちゃん、うん、まあ、前まではその一応地上の撃墜で上スマッシュもあったんですけど、これって本当にガードされると、まあ結構こっちが危ないみたいな、はい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 、もう隙もありますから、これでもう嘘や、いや嘘お付きになられて、嘘や、俺これずっとガードしたらシート割られて一回負けたことある。それはまあ前回話しましたよね、ヨーヨーの抜け方っていうのを、うん、はい、いやそれはもう前回見せてほしい、前回の動画を参照に、うん、はい、はい、前回の動画、まあ、これは結構リスクがあったんですよ今まで、はい、これガードされたらもう普通にもらわれるなみたいな、うんうん、でも DA ってめくれるんですよ、これ近くで打ったら、もしガードされたとしてもこういう、まあ、だから正直リスクがない、後付きもそんなないし、なんか結構こういうタクができるようになった、なんなら DA 後付き取ろうと思ってガード解除したらもう一回 DA 振られたら、そうですね、多段技なのでちょっと相手は意識してこういうのガードしなきゃいけないなっていう、なるほどね、なので上スマより DA の方が今トレンドになっちゃいました。へー、覚えとこう。まあ、この、まあ、強化された技でなんか増えたり減ったりしたコンボとかってあるんですか？吹っ飛びすぎちゃってるとか、ダメージあれしすぎちゃって与えすぎちゃって減ったとか、逆にこんなコンボつながるようになりましたよみたいなのがあったら、なるほど、ぜひ教えていただきたいんですけど。いい質問ですね。ありがとうございます。これはお教えいたしましょう。ありがとうございます。へー、あるんや。減りましたコンボが。なんかそういうのあるよね。ね。うん、減るんだ、まあ、ちょっといたたポイントなんですけど、はい、まあ、DA 吹っ飛ばし力が上がったので、この DA から空前が確定しなくなったんです、最初の、はい、前までは最初 DA やったら空中前攻撃全然確定で出せたんですけど、うん、まあ繋がんなくなったよと、まあでも結局撃墜で得するんだから、まあ、これぐらいはいいじゃないかと僕は思ってますね、うんうん、確かに、うん、まあこんぐらいですね、減ったコンボ、うん、撃墜力が上がり、そして立ち回りで触れる技も増え、撃墜ルートも増えて、デメリットが 0% からのコンボを1個減らされただけですか？はい、まあまあ野良犬に噛まれたぐらいです、言ってしまえば。まあまあ痛ない、あ、ま、あ、いや、甘神よ、甘神って甘神、じゃれ疲れたぐらいでしょ。あ、でもこれはかなりいい強化なんじゃないでしょうか。そうです ね使ってる方、え、ヒカル君はどうですか、これ使われてるネスこう対戦するってなった時に、いやこの技マジ強くなったなみたいなことってあるんですか？いやないのよ、ないってか、なんか見てる感じと、まあ VIP でしか当たんないですけど、やってる感じ別にまあちょっと DA 飛ぶぐらいならもうそんなもんかみたいな。そんなもん。ねねさんはどうですかね、ネス。もともと強いのにさらに強くなったから、ね、うん、そう今日なんかここ来るときに、はい、そうロボット使い の、うん、そのスマメイトの、うん、なんか勝ち負けみたいな見てたんですけど、うんうん、みんなネスに負けてるんですよ。まあ前回ね、あのねねさん、あのロボットのネス講座やりましたけど、はい、スマブラハウスで、うん、まあ、それぐらいね強いキャラ。ヒカル君も全然。いやもう全然ってことでもないけど対戦させてほしい、なんなら、うん、ああなるほど、うん、でもそれはもう格闘さん側のあれですよ。お願いしていいですか？よかった、まあ弾んでもらいますよ。お願いします。そんな大体的に言う人はお金のマークして。あ、じゃあねえ、せっかくちょっとな、生意気なこと言ってますよ、うちの光が、うん、すいません、ちょっとすいません、ちょっと僕でよければまだ聞いたことあります。ああ、もうぜひぜひぜひ。あ、じゃあもう下 B 言ってんじゃないですけど、はい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 、下 B のコンボとか、あれなんで2回当たんのかとか、ああ、あれ回避間に合うくない？2回当たって2回目って、あれは、いや、
カクテルって、まあでも一部キャラだから正直重量級とかそのワリオとかそういう、あまあサイマグですか。サイマグ、うん、まあそうですね、まあ基本的にサイマグネットっていうのはこうやって着地をこうずらす、着地をごまかすために使う時とかあるんですけど、うん、差し込んでくるよね。まあ結構差し込みでも使えますね、うん、あのサイマグネットの確定コンボっていうのがありまして、ちょっとすごい簡単な、はい、これからこれですね、この小ジャンプサイマグネットから空中前攻撃、まあ、相手が立ち吹っ飛び状態になるのでこれ確定なんですよ。へえ、こっからって何か買ってる、これがこういう、いや、まあ基本的にこの小ジャンプサイマグネットの差し込みって結構使えるんで使った方がいいです。なるほど。結構サイマグネットってなんかこういう防御の面でしか使わないんじゃないかって思う人いるかもしれないですけど、全然差し込みにも使えない、まあ、意外と発生も早くて結構優秀。さっき高級戦闘力やってる時サイマグサイマグみたいな、ああこれはそうですね、僕が最近ちょっと海外 の、はい、そのネス界隈でちょっと話題になったんですけど、まあ、マルチマグスっていうテクニックがあるんですよ。なんですかそういう新しいの持ってこないでください素人の僕にやめてくださいよ。まあ、これはあの一部キャラクター限定なんですけど、はいはい、まあ、サイマグネットではめ殺せるよっていう、はめ倒せるよっていう、まあ、技なんですよ、はい、こういうガードしてますガードしてます僕。いや知ってるよ、俺が一番ガードしてたんだからそこで結構ホームカウンターが回っちゃう、これで3ガードすればと思ってました、ごめんなさい僕結構こういう状況とかで、ああもう自分もう崖を背にして戦ってるぜっていう時にこう、うん、まあでもそれはちょっと辛い、まあ、こういう、ああちょっと難しいんですけどね、結構有用がそんななくて、へえ、無限に入る、まあこれはちょっと無限に入ります、あらあら 61% よ、まあこれはちょっと総裁が結構まあこれですね、え終わってんじゃんまあでも本当に一部キャラですから、その全キャラこれ入ったらそりゃもうネスなんて超強い強いキャラだ、一部キャラだよこいつ、まあガノンはちょっと一部キャラに入ってしまいますえちなみにドンキーコングは、ドンキーコングは入ってしまいます、これワリオとかも入ってしまいます。ロボットはギリ頑張れば入りますそれはもうガクさん次第だ、入ってるよ頑張れば入りますロボットも、いやすげえな、やり方はもう低空で、そうですね、二段ジャンプ、それ二段ジャンプですね、そうサイマグネット2回目当たった瞬間もう1回ジャンプ、二段ジャンプして、ジャンプをキャンセルしてまたサイマグネットを出す、どういうこと、ジャンプしたビートだよな、毎回二段ジャンプ、まあ、毎回二段ジャンプですね。で今最後投げとかで締めたんですけど、はい、まあ、別に投げでもなくていいんですよ実は、まあ、実はこれあの固定吹っ飛びなので何パーセントでも相手入るんですよ。あこれもう自分のにちょっとすいません、ね、もしガノン側が相手側が100だろうが200だろうが同じ吹っ飛びで、ね、全然入ります。999でも入ります。おでこれで最後にこれは上スマッシュですね、上スマッシュまで確定します。ええこれは俺上スマッシュまで確定してんのこれ。そうですね、だからあーパーセント溜まってんなって時は最後上スマッシュしてみましょう。こういう連続ヒット数11、これすごい圧巻の数字っすねこれやってるわやばすぎる、これやってるよな、これやってるわ。まあ一応難しいし、まあね、限定キャラ限定、まあ確かに、まあでも地上に立ってる相手だけやんな。まあそうですね、ああでまあこれがマルチマグスっていうテクニックなんですけど、はいはい、まあ、僕はちょっとこれを練習してる過程で、うん、ちょっと新しい副産物みたいなのを見つけましてネスってジャンプとサイマグネットをあの1フレの猶予もなく同時に押すと、なんかこうこうやってちょっとふわって浮くんですよ、ね、はいはい、わかるわ、ちょっと前進して、うん、これ結構強くて、崖上がりちょっと怖いなって時はこうやって前進して逃げろみたいな、サイマグネットの判定も出てて、こうやって出てんのそれ正面、まあ、サイマグネット出した瞬間攻撃判定が一瞬乗るのでこうやってとりあえず怖い、あこれはちょっとやな、うん、これ逃げろみたいな、これちょっとこれもちょっと一連の猶予もなく同時に押すからちょっとだるかったりするんですけど、まあ、こういう推進力がめっちゃあるんですよこれ。
はい、これ結構ネス使い覚えておいた方がいいかなって僕は個人的に思います。これすごい、うーん、無敵だ、めっちゃ飛びますね、これ。逆に、はい、さっきのマルチマグス、はい、やるときは1フレーズ出さなあかんねや。そうですね、あのビタじゃあかんねや。そうですね、たまに僕もどっかにってことやな、にするんですよ。そのこの1フレのサイマグネットが出ちゃって飛んじゃったみたいな。なるほどね。こういう、はい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 、行っちゃったな、無理やみたいな。なのでまあちょっと意識してこういうのを出さないといけないかなっていう。なるほどね、そんな進んでるんだね。やっぱサイマグネット、ネスって結構自由度ないキャラクターって言われてるんですけど、はい、サイマグネットだけはもう自由度無限大なんで、はあ、結構これはまだまだ伸びる、開拓しがいのある技だと思います。はい、割と序盤の方からやっぱ下火の使い方が抜けてるのはガクさんってイメージあったから、この辺ちょっと怖いよな。まあサイマグネット皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。まあ、僕もね最初はこういう動きでサイマグネット絶対出そうみたいな感じでサイマグネット出してたわけじゃなくて、とりあえず振ったろみたいな、はい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 、とりあえず振って感覚をつかんでどういう挙動するのか見たろみたいな感じから始めたんで、うん、とりあえず振りましょう皆さん、とりあえず振ってから考える、これが大事です。ありがとうございます、先生。対戦しようよ。あ、もうやりたくなってるわ。